壊れていく。自然も平和も。これが全ての始まり、そして全ての終わり。さあどうするの、ナコルル。あなたは。あれ、ナコルル、まさか見送りに来てくれたのか。出発するって聞いたから。まったくやってらんないぜ。冬を越す準備とはいえ、泊まり込みの狩りに行かされるなんてな。野郎ばっかりで野宿するなんて考えただけで身震いもんだ。ヤントムーが自分で志願したって聞いたけど。なんだ、知ってたのか。まあ俺ももう一人前の男だから。しばらく会えなくなるね。しばらくって言ったってせいぜい数日間だ。俺の顔を忘れちまうこともないだろ。カイナのことなんだけど。後悔してねえからな、櫛を渡そうとしたこと。ナコルルが巫女だろうが何だろうが俺には関係ない。ヤントも。ナコルルは何を言いかけたんだ。なんだよ、どうしたんだ。何か言いたいことがあるんじゃねえのか。ヤンタム、あのね、あなたが渡そうとした櫛のことなんだけど。私ね、あの、私、え、味方？なんだあいつ、あんなに急いでどうしたんだ。それは本当なの、味方。あの時と同じじゃねえか。天草の魔が襲ってきた時だ。くそ。とにかく一度調べてみるわ。ヤントム、
狩りに行くのはやめて。ああ。ミカト、あなたは家に帰っていて。いい子だから。私もカムイコタンを一回りしたらすぐに戻るわ。ナコルル。ナコルル、俺は。ヤントム、あなたも家に戻っていて、お願い。ああ。でも、その前に聞かせてくれ。なあ、ナコルル。さっき何を言いかけた？俺、それ知りたいんだ。なんでもないの。ごめん、私行くね。もしも魔が襲ってきているなら、巫女として止めなきゃいけないから。いいのよ、これで。いいの。巫女の家で待っていて。ただいま。おそらく魔が襲ってきているわ。Thank you.
精霊たちが泣いている。されている、狂ってしまったの。ダメ、落ち着いて、正気を取り戻して。暴れないで。あなたは優しい子。今は魔に狂わされているだけ。あなたはいい子ね。もう暴れないわよね。私では救えないの。私のやり方では救えないというの。味方、どうしてここに。逃げて。
Thank you.